はい、暑いな。ただいまね、オーストラリア・ワーホリから帰って、今、鳥取の日南町で、農業研修の最中で、それで移住を目指しています、島田です。ご無沙汰です。で、今、人生初のマイカーを買ったんだけれども、人生初のオイル交換をしなくちゃいけないっていうことで、今からやってみようかなというところで。で、まあ、見えねえな。まあ、5000キロ、あともう100キロちょいで走るから、まあ、自分でやろうとして、今これ、アマゾンで買った、ポンプ、上抜き式の手動のポンプだね。で、実は先週、オイルを抜こうとしたんだけれども、あ、見えないか。あそこのドレイン、トレンドボトルがね、回らなくて、で、それとあと、車高がちょっと低くて、俺が入れません。ちょっと太いから入れないんだわ。ジャッキで上げないとね。あとはそのジャッキの下のツールとかもあるんだけど、ちょっと高いから買わなくて。今回はこの、ポンプの、上抜きポンプでどれくらい抜けるのかをちょっと試してみます。はい。で、まあ、エブリーの説明書をさっき見て、で、このオイルのエンジンゲージがここだね。ゲージがここで、こっから抜くんだね。で、あとこの2つの。心も外さなくちゃいけないっていうことでようやく分かりました。そしてじゃあまあ軽くアイドリングが今終わって、オイルゲージをちょっと見てみます。はいはい、まあだいたい、これはよくわからないね。まあ、だいたい上のゲージ穴のちょっと下くらいまであるかなぐらいかな。じゃあちょっとここから抜いてみよう。はい、これでいいのかな。一応説明書通りに組み上げて、今ちょっと暖気運転中だね。もうちょい暖気運転してオイルをちょっと温めて出せやすいようにしないとね。今一応取扱説明書に従ってこれでやっては見たけど、これこのままでいいのかな。これ取るのかな。多分これを取って、このまんまなのかな。でもこれだと合わないんだよね。多分これを入れるのか。これを入れて、で、これのポンプ抜くやつのこれでいいのかな。よくわかんねえ。まあ一応これで抜いてみるか。もうそろそろ暖気運転もいいかな。はい。今これは、ですね、スズキのエブリー。で、型はまあ一番古いやつかな。まあこれいう運転席のやつなんだけど、この手動式オイルチェンジャーのこの汲み取るパイプを、まあこの、ちょっと見づらいかな。汲み取るパイプをこのオイルのゲージのここから入れて、オイルパンの底まで行くんだけど、残念。そこまでいかねえわ。っていうことは、この手動式オイルチェンジャーは、まあ、このスズキのエブリーには使えないっていうことだな。いやー。サンキュッパどうしようかね、これ。